はい、どうも、ヒエです。どうも、カインズです。今日なんですけども、はい、トラビス・コトと、はい、ナイキのあのコラボが、なんとリストアップされるんじゃないかじゃないかっていうね、話が出てるんですよね。しかも、それすごい今ね、プレーについてとてもじゃないけど、買えるようなものじゃないと、はい、いうようなレベルのものが、はい、まあ、再販といいますか。そうなんですよ。ね、リストアップ来るとか、はい。しかも、ね、来月あるかもっていう話もあるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。まあ、しかもまあ僕らはね、当然のことながら変えてないんで、はい、チャンスなんで。変えなかったっていう動画も古い動画でやってます。そうですね。まあ、そんなね、スニーカーが、まあ、再販されるということで、今日その後にね、やってみたらなと思うんですけども、はい、その他陸上がいくつかあるんですかね。そうですね。はい。今後発売予定で、うん、気になるエアジョーダン2がたくさん出るんで、はい、それご紹介したいのと、あとユニオンと、エアジョーダン1ハイオージーのコラボのウームありますよね、うん。それの続報が出てきているんで、ちょっとやりたいなと思ってるんですけど。はい。はい。このチャンネルではスニーカー、ファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方は、この1回にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやってますので、概要欄の方にリンクとなりますので、気になる方フォローの方よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃ早速なんですけども、ね、ナイキダンクローなんですけども、はい、こちら、名前の方は着てない。そうですね、新作になるんですけど、はい、ナイキの方から交写真が出てきてまして、はい、まあ、発売が近いんじゃないかって言われてるイーストックなんですよね、はいはいはい、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、ブラックのカラーとグレーのカラーで構成されてまして、うん、一部ボルトのカラーが差し色になっているようなナイキダンクローなんですよね、はいはいはい、アッパーのこのブラックのレザーのあたりっていうのはこれグレーにレザーが使われてまして、うん、でそれ以外のトゥーボックスであったりとかサイドパネルのこのグレーの部分っていうのは毛足の短いセールなんですよね。ああ、そうなんですね。はい。で、まあ、このアッパーのブラックのレザーの上にですね、まあ、ミニスーシュが入ってまして、うん、これはカラーは、まあ、ボルトのカラーになるんですけど、うん、はい、でシューレースちょっと見てもらうと、シューレースの真ん中にこう線状のようなデザインが入ってて、うん、まあ、一瞬ちょっとね、アウトドアの、まあ、シューズに使われているようなシューレースを彷彿させるようなデザインになっているんですよね。最近だから他にもシューレースにステッチ入ったような紹介ありましたよね。そうなんですよ。最近多いんですかね、これね。まあ、シューレースにこういったのに手が込んでるような、うん、まあ、何ですかね、ついて、こういったシューレースがついているナイキダンクローになるんですけど、うんうん、まあ、使われてる素材もね、ちょっと面白いんですよね、これ。このレザーの部分がグレインレザーが使われてるんですけど。うん、はい、一瞬もこれ見た時になんか暗くされてるのかなって思っちゃいましたけどね。そうなんですよ、うん、まあ、まあ、このカラーちょっと絶妙にいいなと思ったんでご紹介されてもらったんですけど、なんかね、はい、こんなカラーリングの通常のダンクローね、はい、普通のレザーでね、はい、あっても良さそうな気もするんですけど、ね、まあ、そうなんですよね、うん、はい、まあ、おそらくなんですけど素材そのままでカラー違いのナイキダンクローが今後また出てくるんじゃないですかね。まあまあまあ、あるでしょうね。だと思うんですけどね。うん、はい、一応、ボルトのカラーが一部差し色で使われているんで、うん、まあ、夏頃リリースされるのかなっていうちょっと思ってるんですけど。そうですね。はい。はい。で、続いてなんですけども、ナイキダンクハイスピリットのティックブルーですか？あ、そうなんですよね。このスプリットシリーズで、以前紹介されてもらったナイキダンクハイになるんですけど、はい。はい、こちらの方が、ね、ナイキの方が放射線が出てきまして、まあ、本当に発売が近いんじゃないことなんですけど、うん、まあ、ナイキダンクハイでカラーの方が、ライトボーンとホワイトのカラーで構成されてるんですけど、まあ、スプリットということなんで、カラーがね、途中で分かれてるんですよね。うんうん、はい。まあ、スーシュ見てもらうとすぐ分かると思うんですけど、表側のスーシュは、ミッドナイトネイビーのカラーから、ブルーのカラーに切り替わってるんですよね。はい。まあ、UMC カラーと言いますと、薄い水色のカラーになってるんですけど、うん、で、内側はその薄い水色から、濃いネイビーのカラーに切り替わってるデザインになってまして、そうです、ね。で、これスプリットシリーズということなんで、インソールであったりとか、シューターのタンタグ及びかかとの部分のナイキって書いてるのが、まあ、途中でね、大文字と小文字のナイキで構成されてるような切り替わってるデザインになってますよ。ああ、そうですね。そうなんですよ。はい。で、まあ、レトロな雰囲気出すために、サイドソールの部分が若干ちょっとヴィンテージ加工されてまして、うん、で、アウトソール見てもらうと、まだ薄いブルーと、まあ、ミッドナイトネイビーのカラーで2つに分かれてるんですよ。これはあのスーシュあの2パターンといいますか、はい、2つのカラーに分かれてるじゃないですか。そうなんですね。はい、外側とね。革の質感も変わってるんですか？タンブルレザーとスムースなんですよね。ああ、この薄い水色の方が、はい、タンブルになってる感じですかね。そうなんですよね。まあ、こういった一足が発売されるという情報が出てきてるんですけど、うん、やっぱり僕らが気になるのは、ナイキダンクロースプリットのシカゴなんですよね。あれ気になりますね。そうなんですよね。あれもね、まあ、お店の製品ショットであったりとか、以前紹介されてもらってるんですけど、具体的にはこれぐらいの時期に発売されるんじゃないかっていう情報が、ね、ないんですよね。ああ、そうですね。そうなんですよ。まあ、そのうち、まあ、情報が出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど。ちょっと楽しみにはね、してるんですよね。そうなんですよね。はい。まあ、シカゴのカラーのスプリットに関しては、ちょっと僕ら狙ってる一足なんで、まあ、ナイキダンクローなんでね、そっちは履きやすいんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど。はい。はい、
で続いてなんですけども、ナイキダンクローの COJP コンセプトジャパン、ね、そうなんですよね。はい、こちら情報がアップデートされたんですか、はい、これってね、今日って5月の27日ですよね。そうですね、はい、昨日発売するんじゃないかっていう情報結構前からやってたんですよ。ああ、ありましたね、はい、ヨーロッパのリーグアカウントサイトの方が5月の26日って言ってたんで、うん、でももう昨日発売されてないですよね、これね。そうですね、はい、でその後どうなったのかなって思ってたら、今日なんですけど海外のスニーカー系サイトにあるハウスオブヒートの方がこの COJP のスネークスキンの方を使ってですね、はい、6月の21日って言ってたんですよね。あ、そうなんですか、はい、ただおそらくなんですけどこれ USJ の発売が6月の21日じゃないかって思ってるんですけど、うん、はい、一応これ COJP で、まあ、コンセプトジャパンじゃないですか、はい、日本の方がもう少し発売が近いんじゃないかなと思ってるんで、うん、でこれナイキの方から公式写真がね3月ぐらいに出てきてたんで、はい、そろそろもう発売されてもいいかなと思ってるんですよ。そうですね、あ、でそういったのが5月の26日に出なかったんで、おそらく6月来月に発売ね日本の方も来ると思ってるんですけど、うんうん、あ、まあ、そのまで分かり次第ですね、こちらにご紹介したいなと思ってるんですけど、はいはい、これね結構気になるデザインというかね、はい、あのなかなかこのいろんなレザーとかね、そうなんですよね、はい、ああ、でまあ、トゥーボックスのあたりとかの、このちょっとかすれた感じのね、うん、スネークスキンもいいんですけど、うん、まあ、アッパーのこのね、ブラウンのレザーの部分が、まあ、全体的に箱が上がっているんですけど、うんうん、均一になってないんですよね、これね。そうですね。はい、ああ、この感じもいいなと思う。まあ、カラーも全然いいじゃないですか、これ。そうですね。そうなんです。発売されたらちょっと狙いたいなと思ってるんですけど、はい。はい、ここでクイズです。はい。はい。あの、僕実は、はい。COJB 持ってるんですけど。あ、持ってましたよね。はい。はい。その中でも、ダンクローも持ってるんですよ。え、元さん。わかりますか？あの、サンバのね、カラーと言いますか。あ、そうです。僕サンバ持ってるんですよ、ね。そうなんですね、はい。あれってでもなんか COJP 入ってなかったような気もする。いや、と思うんですけどね。入ってましたっけね。自分で持っときながらちょっと探さなわかんないみたいなんですけど。そうなんですか。はい。まあ、そんな僕ら気になってる、このブラウンのカラーのスネークスキンの方が、はい、まあ、来月発売されるんじゃないかっていう、まあ、海外の方で情報出てるんで、うん、はい、まだ日本の発売情報出てたんですね、こっちでご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい。あ、ちょっと待って、クーラー止めるわ。うん、忘れなかった。はい、続いてなんですけど、ナイキガンマホースですね。はい、あ。そうなんですよね。ウィメンズのナイキガンマホースの方が新色が出るということで、海外のスニーカー系さんに紹介されたんですけど。ウィメンズなんですか？あ、そうなんですよね。はい。セールのカラーとチームレッドのカラーとオレンジのカラーで構成されてまして、まあ若干ちょっとヴィンテージ加工変わってるような全体に。そうですね。これあの白というよりか、はい、ちょっときなりっぽい感じ、ね。そうなんですよね。はい。このガンマホースっていうのは以前はさせてもらってるんですけど、エアホースワンローとバックアタックを掛け合わせたような一足なんですよね、うん、はい、これカラーリング結構好きですけどね、はい、でもウィメンズなんで、ね、あ、そうなんですよね。以前僕これホワイトとブラックのカラーで、ね、うん、ちょっとどうしようかなって話してたんですけど、はい、まだ買ってないんですよね。あ、そうなんです。あれから他にいろいろ買ってしまっているんで。そうですよね。そうなんですよね。まだ全然ね、あのホワイトとブラックのカラーに関してはウィメンズなんですけど、28センチ以上のサイズ全然余っているんで、うん、その、まあ、そのうち考えたいなと思ってるんですけど、はい、はい。で続いてなんですけども、エアシップのテックグレーの投稿が出てきてるんですか？そうですね、はい、以前持ってらっしゃる方の投稿といいますか、前だけ出てきてた写真があって、うん、まあ、ご紹介させてもらったんですけど、はい、7月1日発売予定のエアシップのテックグレーで、うん、これ製品ショットなんですよね、海外のお店。ああ、なるほど。そうなんですよ、はい。で、まあ、これナイキの方から公式写真が出てきるわけじゃないんですけど、まあ、7月1日に海外の方で発売されるという状況ができるんですよ、ね、うん。で、これ以前は出してもらってるんですけど、エアジョーダン1汎用 G のニュートラルグレーのカラーを彷彿させるような一足で、うん、僕ぜひとも欲しいなと思ってるんで、これ狙ってるんですよね。このホワイトとね、はい、この、なんて言ったんですか、スウェード、ね。そうなんですよね。あの、グレーの部分、すごいマッチしてますよね。はい、で、そのかかとの、ちょっと毛足の長めのスウェードの部分に、まあ、ナイキってね、同じカラーで、まあ、グレーのカラーでね、刺繍されてるんですけど。素晴らしいですよね。これ欲しいなと思います。あ、そうなんです、ね。ウェアシップ実は一足持ってないですよね。はい、カイドリさん結構持ってますよね。そうなんです。3足持ってるんですけど、うん、ホワイトオレンジと、ホワイトイエローと、うん、ホワイトパイングリーンのカラー持ってるんですけど、結構揃えましたね、はい、このカラー絶妙になと思ってるんで、まあ、海外で買うのか、それともまあ日本での発売にいずれ来ると思うんで、うん、待って買うのかっていうのはまだ決めてないんですけど、うん、まあ、ちょっと欲しいなと思ってるんですよね。そうですね、まあ、はい、そうですね。それで言うとエアシップはね、はい、期待してる人もあるんですよね。あ、そうなんですよ、まあ、買えるかどうかは別ですよ、はいはい。まあ、パンダのカラーのようなといいますか、ホワイトとブラックのカラーで構成されているアママニエールとナイキエアシップのコラボがあるんです。そうなんですね、はい、それがまあ年内、まあ、年末に発売されるんじゃないかって言われてるんですけど、うん、
はい、気になる一足と。今年エアシップのリリース多いっすよね。案外多いっすよね。そうなんですよね。エアシップとターミネーターのリリースと、うん、まあ、マックアタックのリリースがちょっと多いのかなと思ったりしますよね。あのあたりを懐かしんでる感じなんですか。ああ、わかんないですけど、ね、はい、はい、で続いてなんですけど、はい、エアージョーダン2のウィングスですね、はい、6月10日発売予定で、ナイキの方の公式に出るんですけど、うん、ちょっとこれ見てもらったら、エアジョーダン2で、まあ、ウィングスっていう名前が入ってまして、うん、まあ、サイドの部分に本当に羽をね、まあなんですかね、大きく羽をデザインしているようなものがあるんですけど、うん、これかかとの部分であったりとか、ちょっとインソールの部分見てもらいたいんですけど、うん、左右に HH って書いてるのわかります？ああ、入ってますね。はい、これね、ハワード・ホワイトっていう方へのオマージュになってるんですけど、はい、これね、エアっていう映画僕ら見ましたよね。見ました。クリス・タッカーがやってた役って、はい、あれハワード・ホワイトなんですよね。ああ、そうでしたね。そうなんです。そのハワード・ホワイトへのオマージュの一足なんですよ。あ、そういうことなんですか。そうなんです。ハワード・ホワイトっていうのは、ナイキのバイスプレジデント、はい、まあそういった役職になってるんですけど、うん、まあ彼へのオマージュということで、こういった一足が出るんですよね。まあ、一応、ウィングスって名前が入ってるんですけど、これはジョーダン・ブランドがやってる若者を支援するウィングスプログラムっていうものがあるんですけど、インスパイアになってるんですよ。うんうん、はい、で、まあこのハワード・ホワイトへのオマージュということなんで、まあ、HH っていうデザインが入ってるんですけど、はい、そうなんですね。だからハワード H ってジョーダン2がお気に入りらしいんですよね。あ、そうなんですね。そうなん、まあ、それもあって一足が作られて発売されるらしいんですけど、なるほど、はい、はい、で続いてなんですけども、続いてはね、エアジョーダン2になるんですけども、はい、こちらはウィメンズでしかもローなんですよね、はい、はい、バーシティロイヤルですね。そうなんです。こちらが8月の10日に発売じゃないかということなんですけども、はい、持ってらっしゃる方の投稿でいろんな角度が撮ってるエアジョーダン2のウィメンズなんですけど、うん、まあ、OG のね、シカゴと言いますか、ホワイトレッドを、うん、まあ、レッドの部分をこのバースティーロイヤルと言いますか、見た感じですよね。そうですよね、うん、はい、でまあ、シューレースの方もブルーのカラーを通してる、まあ、こういった一足が発売されたことでできているんですけど、はい、はい、これね、アソールはブラックなんですけど、アウトソールが若干セールのような、決まんでるような、まあ、ソールになってるんですよ。はいはいはい。そうなんですよ。ウィメンズのサイズ展開で8月に発売されるということでできてるんですけど、エアジョーダン2のリリース、ほんま多いっすよね。そうなんですね。まあ、はい、実は次もエアジョーダン2の話題になるんですけども、はい、これ僕さっと見た瞬間に、はい、あれまたグッチ復活したんかなと思って。あー、なるほど、ね。僕も思いました。はい。はい、こちらの方は、エアジョーダン2ローのクワイ54ですね。そうなんですね。はい、こちら2023年発売予定ということで、はい、はい。夏頃じゃないかって言われてるんですけど、うん、ナイキの方から放射陣が出てきてまして、うん、まあこういった風に。このクワイ54っていうのは、フランスで行われるバスケットボールのトーナメントのことなんですけど、うんうんうん、このね、クワイ54っていうのは今年、まあ、20周年なんで、ちょっと、ね、見てもらって分かると思うんですけど、うん、付属してるハングタグに2003から2023っていうデザインが入ってるんですよね。そうなんですよね。まあ、20周年を祝うこの一足で、で、使われてるカラーっていうのは、まあ、ラスタカラーが使われてるんですけど、うん、このクワイ54の、この設立に関わった2人は、まあ、アフリカンルーツがあるんで、うん、まあ、アフリカンなデザインが落とし込まれてまして、うんうん、でこれベースはエアジョーダン2ローの、まあ、シカゴになっているんですよ、はいはい、はい、まあ、ところどころ、まあ、緑のカラーであったりとか、うん、どころアフリカンのカラーが一部使われてまして、で、まあ、サイドの部分にイエローのタブがついてるんですよね、うん、はいはいはい、片方にジャンプマンロゴが入ってまして、その横に、うん、クワイ54のロゴが入っているんですけど、うん、まあ、こういったものが今後発売されたことでできてたんですけど、夏頃リリースっていう風に書いてまして、今年のクワイ54の開催が7月1日もしくは7月2日という話があるので、うん、おそらくその頃じゃないですかね、発売されるとしたら。クワイ54といえば以前ご紹介されてもらっているんですけど、はい、ジョーダン1ローのクワイ54も発売されるんですよね。そうなんですよね、はい、うん、左右カラーが違ってて、横から見たらブラックトゥーに見えるんですけど、上から見たら片方は、まあ、ブレッドに見えるようなカラーになってるんですよね、うん、はい、トゥーボックスが、レッドのカラーとグリーンのカラーで構成されているエアジョーダン1ローのクワイ54ってあるんですけど、うん、まあ、まあ、それ同じ時期に発売されるんじゃないですかね。なるほど、はい、はい、で続いてなんですけども、ユニオンとエアジョーダン1配用時のウーブンなんですけども、はい、こちら8月2日予定なんですが、 その後情報がアップデートされたんですか。はい、こちらの方に8月1日もしくは8月6日じゃないかって言われてるんですけど、もしかしたらユニオンの方でさっき打った後にスニーカーズので発売されるっていうのもあって、2つね、情報が出てきてるのがあってちょっと思ってるんですけど、はい、これね、ボックスができるんですよね。これボックスいいですね、この。そうなんですよね。ボックス見ると建物のようなデザインの上にバスケットのゴールが映ってるんですよ。はいはいはい。そうなんですよ。で、よく見るとかすれた文字でサマーって書いてるんですよね。ほうほう。はい、で、その横の文字が
この数字2つ空いてるんですけど、うん、かすれすぎてちょっとね判別しづらいと言いますか、うんうんうん、まあ、90何々って書いてるのがちょっと重たりするんですけど、そうですね、はい、まあ、こういった、まあ、ウーブンのデザインを彷彿させるようなこの建物の窓をウーブンのデザインにちょっとなんてリンクさせてるのかなってちょっと思ったんですけど、そういうことなんですね、はい、まあ、こういった風に持ってらっしゃる方のところでいろんな角度が持ってる写真があるんで見てもらいたいんですけど、うん、ちなみに僕はこれ気になるんで、うん、買おうかなと思ってるんですけどね。まあ僕もね、はい、まあ買えたらね、ああまあ買いたいなと。まああの抽選はね、はい、応募しようかなと思ってるんですけどね。はい、まあこれに関してはベースがエアジョーダンがワンハイ用のニュートラルグレーで、まあ一部ちょっとウーブのデザイン使われてるんですよね。これスニーカーズの発売あるんでしょうかね。一応8月1日および8月6日じゃないかっていう情報があるんで、うん、もしかしたらまあ1日にユニオンに売って、うん、6日にスニーカーズなのかってちょっと思ってるんですけど、あ、まあその辺はちょっと全然わかんないんで、そうですね、はい、この言ってるね、あのリリースの日程っていうのも合ってるかどうかわかんないんで、うん、まずそのあたりちょっと情報が出次第ですね、こちらやりたいなと思ってるんですけど、はい、はい、で続いてなんですけども、あのトラビスコットとね、そうなんですよ、ナイキのコラボで、まあ僕らが買えなかったあの一足が、そうなんですよね、しかもとんでもないプレーンでついてるあの一足が、そうなんですよね、リストックするんじゃないかって話なんですよ、ね、リストックというかもうここまで来たら復刻のようなね、そうなんです、結構間空いてますから ね、 そうですよね、はい、何が、まあ、復刻と言いますかリストックという形で、ここまで出てた情報なんですけど、ちょっとこれ見てないんですけど、2020年に発売された、うん、このナイキ SB ダンクローとトラビス・スコットのコラボが復刻するんじゃないかって話があるんですよ。これ欲しいですね、はい、僕ら最近これねやってるんですよね。ああ他の動画でやりました、ね、ああそうなんですよ、はい、その時は、まあ、ナイキ SB でトラビスのコラボで何か新しいものが出るっていう話をやってた流れで、うん、これ紹介されてもらってるんですけど、うん、まさかこれがねリストックという形で今年ねリリースされるらしいんですよ、うん、はい、で今出てきてる情報っていうのは、まずね、これね、9月にリストックするんじゃないかっていう風に出てきてるんですよ。ああ、そんな遠くないですね、はい。で、それ以外出てきている情報っていうのが、これ海外のスニーカー系サイトがいくつか言ってたんですけど、うん、来月っていうのは、トラビス・スコットが新しいニューアルバムを出すんですよね、うんうん、あ。新しいスタジオアルバムで、ユートピアっていうアルバムを出すんですけど、はい、それに合わせてこれをいきなりね、リストックするんじゃないかっていう話もあるんですよね。ああ、数どのくらいなんでしょうね、はい、いや、わかんないですけど、ちなみに9月か来月かっていう話らしいんですけど、なるほど、はい、最初に出てきてた情報で可能性高そうなのは9月かなってちょっと思ってるんですけど、これ発売がね2020年でもう3年経ってるんですよね。そうなんですよね、はい、まあ3年後の今ね、そんな新品があといくつ残ってんのみたいな感じがありますけど、そうなんです、サイズも飛び飛びとかじゃないんですかね、わかんないですね、わかんない、それかもしかしたら、うん、しれっと作ってたのかなって思ったりもするんですけど、はい、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、まあこれ以前も紹介されてもらってるんですけど、うん、このね、ナイキ SB ダンクロートラビス・スコットのコラボのジャック・ボーイズの方が、現在、うん、まあ、ストック X の方になるんですけど、25万円以上で取引されてるんですよね。なんと、えらい値段になってますね。そうなんですよ。はい。これに関しては、レギュラーボックスと特別仕様になってるボックスパターンが2つあるんですけど、はい、その2つに関して、比較しても大体値段はね、そんな変わんないんですよ。はい。大体25万円以上はしてるんですけど。これ確かもともとね、150ドルで発売されたはずなんで。そうですよね。はい。すごい値段ついてますよね。まあ僕らの手元にはなかなか来ないわけですよね。そうなんですよね。うん、はい。まあこのね、ブルーのカラーの生地の部分をちぎってもらうと、まあ違う下地が出るギミックになってるんですよね。そうなんですね。はい。トラビス・スコットが今スケボーに乗って、カメラを持ってる写真があると思うんですけど、これ確かちぎってた、あの、写真があると思うんですけど、うん、そうなんだ。こちらの方が、来月もしくは9月にリストックするんじゃないかっていう情報が出てるんですよね。なるほど。はい。まあこのピーズリー柄、いいですもんね。そうなんです。うん、僕らこれ同じチャレンジなんですけど、買えなかったんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ。はい。まあトラビス・スコットといえば、まあこういったふうにサンプルで、うん、ベージュのカラーを主体にしているような、ナイキ SB とトラビス・スコットのコラボも存在するんですけど、うん、でそれ以外で言うと、まあ、最近の動画でもやってるんですけど、カーキのカラーが使われている、一部ヘンプの素材が使われて、過去にエアホースのロード、トラビス・スコットのコラボを彷彿させるような、うん、クロムエッキになっている、スーシュになっている、はいはい、こんなナイキ SB ダンクローが、今年後半発売されるんじゃないかって話やってたんですけど、ましたね、はい、まさかのね、リストックじゃないかって話が今なってるんですよね。これ、気になりますね。そうなんですよね。はい、まあ、どういった形で発売されるのか謎ですよね。例えば普通に売るんじゃなくて、うん、トラビス・スコットのウェブサイトでしれっと、はい、例えばアルバムのリリースにお祝いじゃない、ね、お祝いじゃないですけど合わせてくるのか、
それでも本当に9月にちゃんとスニーカーズやったりとか、まあスケートボードショップの方での発売がね、まあ正式にリストックという形で来るのかちょっとわかんないんですけど、もうこういった話ができるんですよ。あれですかね、トラビス・スコットのサイトだとまたあれですかね、事前になんか申し込んどいて、はい、メールが来てから正式になんかできるみたいな、ね。ああ、そうですね。あ、まあ今後なんですけど、トラビス・スコットといえば今年の後半もしくは来年の頭にエアジョーダン3とのコラボが発売するんじゃないかって話があるんですよね。そうなんですよね。そうなんですよ、はい、これは一部実物が出てきてて、それを元に作られている木画像になるんですけど、うん、それ以外で言うと、うん、今年、まあ、トラビス・スコット自身が履いてるんですけど、うん、マックアタックとトラビス・スコットのコラボで涼しのカラーが反転しているモデルが実際出てきてるんですけど、気になりますね。そうなんですよ、うん、はい、今回のこのリストックの話はちょっとびっくりしましたね。全くそんなこと想像してなかったんで。最近あのリストックとか、まあ、海外のスニーカー系サイトが書いてたんですけど、うん、最近ナイキダンクローのケンタッキーであったりとか、うん、はい、かなり時間を置いてリストックという形であったじゃないですか。ああ、そうですね、はい、まあ、そういった一連の流れを考えると、まあそうなのかなっていうふうなことが書いてあったんですけど、ケースリーダンクローで以前発売されたコートパープルが来年春ごろリストックされるっていう話があるんで、うん、そうなん、過去に発売されたナイキスリーダンクローが、まあ、リストックね、来年以降にあるっていう話も出てきているんで、まあ、そういうのを考えると可能性があるのかなっていうふうなことが書いてあったんですけど、まあ楽しみなリストックというところですよね、はい。はい、まあ、あのトラビス・スコットでいうと最近ね、はい、写真1個出てきてて、はい、なんかエアジョーダン5なのか何なのかよく得たかもしれない。ああ、ありましたね。逆数種だけが確認できたような、はい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 、カンヌで撮られた写真なんですけど、はい、あれもやっぱ気になりますね。あれもね、情報あれができないんですよ。あれもね、はい、早く全体像を見せほしいなって感じ。そう、これじゃないかっていうのも全然ね、あの海外のリーカーバンドサイトであったりとかスニーカー系だとかやってないんで、うん、それ分かりしたいですね。またこちらやりたいなと思ってるんですけど。そうですね、はい、はい、まあ、いずれにしてもこのリストックがね、はい、日本でも発売されたりとかね、あるのかとかね、また情報出てくるかと思うので、はい、そのあたり分かりましたら動画でお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上となります。フィアリスでした。はい、フィアリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.